みんな、制限のないゴールデンウィークは3年ぶりだ。思いっきり楽しみに行くぞ。準備はいいかね？はいはい、キャプテン。よーし、ヘブリーゴやっとゴールデンウィークが戻ってきた感じ、悪くない。どんどん徳田アジフライ丼。さあ、止めこそ終了、通過を降ります。それでは恒例の高速道路ハウマッチタイムですけども、12時を過ぎたので一応ね 30% 割引の深夜割引適用の時間帯だと思います。さて一体いかがでしょうか。 How much？ 4900円。レギュラーが7800円とかだったから、まあまあいい金額ではないでしょうか。道の駅豊橋到着。まあなんだかんだ6時間ぐらいのドライブかな。今夜の寝床はこんなところです。まあざっとですね、車中泊の車は10台ぐらいかな。そこそこ人気のところだと聞きました。もうね、疲れてしまいましたので今夜はこの辺でお休みにしたいと思います。おじさん寝ましょうか。また明日朝一で移動したいと思います、海へ向かって。なので今日はもう寝ます。グナイ天然パーマ。おはようございます。ゆっくり寝れました。今日泊まったところはこんなところでした。まあまあ賑やかですね。朝から道の駅豊橋。野橋さん、おはようございます。よく眠れましたか？朝ごはん食べ行きます。朝ごはん食べ行きましょう。みたらし団子がある。ここじゃないの、パン屋さん隣入ってみましょう。うん、すごい賑やかだね朝から。朝ごはん買います。朝ごはん食べます。出来たてコッペパン、サーモンサンドです。葵さんはチキン南蛮。朝からヘビーだね。小鳥さんはいちご大福。お店だから取らない。よし、出発するぞ。皆の者、皆の者。2年ぶりですね、田原市。返事せんかい。よりごとくだもん。バカ野郎。今日最高だね、お天気。すごい天気ですね。ちょっと風が強いですが、かなり気持ちいいのではないかと。いつも平子は旅の最後なんだよね。そうだね、うん、それが今回は一番最初を平子にしてみたんで、ちょっと新鮮、ルーティン的に。結局、イラゴ好きだね。何回来てますかね、イラゴ。イラゴ好きですね、私たち。イラゴ、そう、イラゴ、あの、赤羽ロコステーションが好きですね。じゃあ今日は、一番の目的は何ですか、妻。海。大あさり丼だろうが。海じゃないもん。大あさり丼だよ。こんなでっかいあさりなんだから。というわけで今日は1、2日目、イラゴを楽しみたいと思います。テビテビ。さあ、到着しました。赤羽ロコステーション。えい、ね、いいですね。やってきました、ロコ。ヤッホー、見えない。さて、止める場所じゃないところに止めてるね。久しぶりにやってまいりました、ロコ。久しぶりですね。パーの車だらけです。
いさん、誰よりも早くウェットに着替えて海に入りたいそうです。さすが波の日生まれ海ボーイ、もう海に入りたくてしょうがありません。それでは私、今シーズン2度目のサーフ、いってらっしゃい、うん、よーいどん。どうかった？父ちゃん、父ちゃん、もう一個向こう行ってみようか。一回休憩しますか。ラゴ。ねえ、父ちゃん。父ちゃん、そこにいる。今さ、向こうに向かって漕いでる人。やっと海から上がりまして、ランチタイム行こうと思ったらもう1時、めっちゃみんな怒ってます。お腹すいた、次はランチだ。ランチはここカジュバーガー。ありゃー、全部美味しそう。じゃあ俺チーズ果汁。いい雰囲気のお店ですね。テラス席で食べます。いい感じの店ですね。鯉のぼりたくさん。あれ本当だ、鯉のぼり。どっちがベーコン？来ました。名前忘れました。チーズ、僕チーズのやつ。みんなアボカド。いただきます。まず取って、ここにケチャップとマスタード食べます。取らない。うん、めっちゃ取れてきてる。うん、うまいね。天然パーマ。今日はですね、伊良湖の岬の右突端の方へ来てみました。まあ何があるっつったって何もね、先から。一体この道はどこへ向かっているのでしょうか。おー、すごい、すごい景色、ね、さあ海に出れるのでしょうか。あー、見えてきました、コストライン。やったー、いいところ。あららら、あれ、あれ、ここで車中泊もいいね。いいね、すごい。あるかな、あの辺。明日釣りしない。この先が伊良湖岬です。おお、へい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 、危ねえ。車輪なんでぶつけられた。いいところ見つけちゃいましたね。ねえ。ちょうどフェリーが出てきたよ。あれが鳥羽に行くフェリーですね。今までに3回乗ったかな。さあ続きましては夜ご飯を調達しに来ました。厚見魚市場でございます。市場は3時まで、間に合わなかった。フェリーフードやってまいりました。伊良湖フェリーターミナル、またまた来ました。行ってみましょうか、小鳥さん。クリスタルボルト。ちょうどフェリーが行ってしまった。面白いね、これ誰が描いたんだろう。すごい世界観尖りすぎててよくわからん。あ、キャベツじゃん。あ、キャベツだこれ、よく見たら。だからそのキャベツの何なんだっていうのがよくわかんない。さあ今日のお風呂は竜宮の宿、伊良湖リゾートホテルですね。日帰り温泉です。行きましょう、小鳥さん。6時からなんですよ。あら、6時から？なるほど、わかりました。はい。6時まではお風呂へ入れません。いや、もう風呂いいよ、今日。あっという間に夕方です。またビーチの方に戻っております。そして今日はもう入れるお風呂もなかったので、コインシャワーを浴びて、ゆっくり
じゃあ10泊したいと思います。夕焼けがいいね。さあ今日のシャワースポット来ました。ロングビーチ。ロングビーチ、こちらのトイレの真ん中のところにコインシャワーがあるんですね。浴びてきた妻に聞いてみましょう。シャワーどうでした？めっちゃ焦るシャワー。なんで焦るんですか？まず最初の1分間は水しか出ません、うん、3分しかないのに。そうで、残りの2分間はお湯は一応出るんだけど、うん、めっちゃちょろちょろしか出ない時と普通に出る時の、うん、打たせ湯かみたいな。その間に全て終わらせるのはかなりハラハラします、うん、なるほどね。簡易的なシャワーだったということです ね。どうしてもない時に使えばいいかなと。夕焼けが綺麗ってことで、神様へのお祈りするための。葵さんはその間どうやらこう火祭りのステージを作ってたみたいですね。いいとこなんだけどね。移動します。Dude, that father is 10 men permed.